広島手芸雑貨店レチェの向井田です。本日もワンデーワンハンドメイド、略してワンハン、1日1つの手作りをご紹介していきます。本日はですね、今駅前、広島駅前服屋さんで開催中の暮らしの中のバラ展というイベントが、4月の21日まで6日間あるんですけど、こちらの15店舗の中でお友達でもあるチクタクさん、こちらのオーナーから、素敵なアイディアをいただきましたので、そちらをご紹介したいと思います。ですね、イベント中本当たくさんの方が YouTube を見て、来てくれたり、実店舗の方に行けないので遊びに来ましたとか、本当たくさんの方に、また来られない遠方の方からも応援してますとか、本当たくさんの励ましをいただきましてありがとうございます。はい、ではでは早速どうぞやっていきたいと思います。先ほどご紹介したこちらのブロックのパーツですね。はい、こんな感じですごい可愛いんですけど、本当一体何に使ったらいいんですかって結構聞かれます。はい、で、まずボンド、いつものようにボンドを用意します。そして、イニシャル、お好きなイニシャルでいいんですけど、今回 S と Y を選んでます。このイニシャルの裏側のところにボンドをつけていきたいと思います。丸カのところをちょっとこう持って、このイニシャルに沿ってボンドをビリュッとつけて、爪楊枝とかこうちっちゃなものでつけた方が綺麗かなと思うんですけど、結構横着物なのでこのままぐるぐるっとつけます。透明なので乾いても見えませんので大丈夫です。で、このブロックの裏側につけるんですけど、ポイントとしては、はい、丸カンが正面から見た時に丸カンが見えるようにくっつけます。こんな感じですね。はい、でもう一つの Y の方も、丸カンの方を持ってこうボンドをビル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 っとつけてください。はい、そして、ペタッと。本当にこのボンドのいいとこはすぐに乾かないので、ちょっとずらすことができます。ちょっとこれ出すぎたなと思ったら、こうジューッとずらしていただいたら、はい、こんな感じで、はい、正面から見た時に丸カンが見えるように、ちょっとこうかなってちょっとずらしてください。はい、これで、はい、下処理というか、はい、ほぼできました。こんな感じで、はい、イニシャルがブロックの裏側にくっついてます。そして用意するのがですね、こちらのイヤリングのパーツになります。バネタイプになっているので、耳タブの薄い方はこうくるくるっと回していただくと調整が効きます。で、ここの丸カンのとこ上に切れ目があるので、この丸カンのところをちょっと開きます。はい、そして今作った、このブロックのパーツですね、しっかり乾いた後にやった方がいいんですけど、この丸カンをこの中に入れ込みます。はい、そしてこの丸カンを閉じてください。はい、これで完成です。正面から見た時はブロックなんですけど、紙をアップにした時なんか裏から見ると、イニシャルが見えるという二度楽しめるパーツになります。こんな感じでブロックも可愛いんだけど、何に使ったらいいのかなという、そういった簡単なアクセサリーの作り方をこれからもご紹介していきたいと思います。簡単ですので、ぜひチャレンジしてみてください。以上、広島手芸雑貨店レチェの向田でした。今回ご紹介したハンドメイドはレチェのネットショップでキット販売、単品販売をしております。ネットショップの方では、その他たくさんの動画も配信しておりますので、ぜひひらがなでレチェと検索してご覧ください。YouTube では新しいハンドメイドの簡単な作り方を、随時どんどん配信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。こんなのが見たいというリクエストもお気軽にお寄せください。商品につきましても、こんなの入れてほしいとか、こんなのありませんかとかいうお問い合わせもぜひお寄せください。以上、広島手芸雑貨店レチェの向田でした。